平野紫耀のファッション誌、エルジャポン、表紙での大成功。ジャーナリストの皆さん、こんにちは。今回は、日本のエンターテインメント業界で輝く若手俳優、平野紫耀さんのファッション誌、エルジャポン、11月号特別版が、予約開始からわずか1日で、重版決定となり、その成功の背後にある要因についてお伝えします。 平野紫耀さんが表紙を飾ったことで多くのファンが共感し喜びを分かち合っています。平野紫耀初の L ジャポン表紙登場。平野紫耀さんは26歳の若さで日本のエンターテインメント界で非常に注目されている俳優の一人です。彼はファッション誌 LL の日本版である L ジャポン11月号特別版で初めて表紙を飾りました。 この特別版は1989年に創刊された歴史ある雑誌であり、その表紙を飾ることは日本の芸能界において一つの栄誉とされています。平野志陽さんはこの特別版でルイ・ヴィトンの洋服を身にまとったファッションポートレートを披露し、ファッション界への彼の関心を示しました。さらに彼はインタビューで日本のエンターテインメントの良さを ちょっとずつでも広げていきたいです。と、今後の活動に対する熱い思いを語っています。このようなコメントからも、平野志陽さんがエンターテインメント業界において自身の役割を真剣に考えていることが伺えます。予約開始からわずか1日で重半決定。平野志陽さんの表紙登場が話題となったのは、 特別版の予約が19日の朝に開始された直後でした。SNS 上では彼のファッションポートレートやインタビューが話題になり、トレンド入りするほどの盛り上がりを見せました。そのため予約が殺到し、わずか1日後の20日には重版の決定が発表されました。この早さは、平野志耀さんのファンの多くが、 彼の成功に喜びと共感を抱いていることを示しています。ただし、一部のオンラインサイトでは、依然として特別版を購入できない状況が続いており、その人気の高さが伺えます。ファンからは、たくさんのファンが購入できていなかったので嬉しい。発売前の10半、早々のご対応ありがとうございます。 友達も予約できず泣いていたので、とても喜んでいます。といった感謝の声が多数寄せられています。結論、平野紫耀の成功はファンの支持に支えられている。平野紫耀さんのファッション誌、エルジャポン、11月号特別版が予約開始からわずか1日で10版決定となり、その成功には彼のファンからの強力な支持が大きく影響しています。 彼のファッションセンスやエンターテインメントへの情熱が多くの人々に共感を呼び起こし、彼の表紙登場が一大イベントとなりました。これからも平野潮さんの活動が注目され、彼のファンとの共感が彼をさらなる成功へと導いていくことでしょう。 彼の成功は若い世代にとっての一つの憧れとなり、日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込んでいくことでしょう。